川越市立川越高等学校は埼玉県川越市朝日町2丁目に所在する市立の高等学校。県立の埼玉県立川越高等学校とは設置者が違い、学校名が似ているが特別な関係は有していない。略称は市立川越市内に限れば市立、旧正の川越商業高校から川小とも1926年に 埼玉県川越商業学校として設立された。旧称は埼玉県川越商業高等学校であり、長らく県西部随一の商業高校として多くの人材を輩出してきたが、2002年に現行名に解消され、全日制の家庭に普通化国際経済化情報処理科を設置した。生徒数は2013年5月現在で855名で、 女子生徒が多い。全般的に部活動が盛んで、特に女子バレーボール部が県内有数の競合であるほか、野球部も1989年の第71回全国高等学校野球選手権大会に出場した。その他の部活動も県大会で上位に入賞するなど活躍している。制服は男子は詰め襟、女子は県内ではやや珍しいセーラー服。 女子のセーラー服は胸当てがなく紺白サンラインというシンプルなデザインで人気がある。工業学校時代の1945年8月の広島市への原子爆弾投下のアメリカ政府発表放送を同校内に置かれた同盟通信川越市局が傍受した。川越市立川越高等学校遠隔より作詞、内藤桝司、作曲、山鳥昭雄である。 プロレス元々が商業高校だったこともあり、国際経済科、情報処理科は大学進学よりも就職や専門学校が卒業生の進路の中心である。ありがとうございます。